レアル・マドリードの下部組織に所属する MF 委託代が、スペイン国外からの注目も集めてる。現地時間13日付の A メディア、デイリー・メールが、トップチームの練習に参加した仲良を介している。今シーズンのレアル・マドリー、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見、実施中、スペインでは、ピピの愛称で知られる、昨季は、マドリーのフベニール CU17 に所属し、いた、仲居だが、フベニール AU19 の選手が中心に、バスル UEFA ユースリーグの登録メンバーに飛び、で選出された。さらには、代表ウィークで複数、代表選手がクラブを離れたこともあり、仲居、ジネディヌ・ジダン監督が率いるトップ、ムの練習に参加。12日付のスペイン、アスは、未知のピピが際立っていたと報じた。また、仲居はメディア、ガーディアンが選ぶ、2003年生まれの U 選手にも選出され、スペイン国外からの注目、集めている。A メディア、デイリーメールは、あるは、竹房久保の足跡をたどるや新しい、日本のスターの存在を明らかにしたと伝え、意を紹介。仲居は、現在ビジャレアルにレンルされている久保の足跡をたどって、レアル、序列に入ってくる、次の日本のスーパースターになるだろうと、日本代表 MF、久保健 A を引き合いに出し、仲居についてコメントした。16歳ながら、デニ、マドリーのトップチームの練習に参加した仲居。今後は、ラウル・ゴンサレス監督がリツ・ル、フベニール A の試合に出場するとも伝えられている。スペイン国外も注目する仲居の将来、非常に楽しみだ。両。